ロシアの侵攻を受けているウクライナからの避難民を支援しようと。米沢市は昨日。市内在住のウクライナ人の男性に。ウクライナ避難民。多文化共生支援員の事例を交付しました。事例が交付されたのは。市内在住で。ウクライナ国籍の。マレンコブプラッティスラブさん。三十四歳で。中川市長から。 移植が手渡されましたマレンコブさんはウクライナ南東部のザポリージャ出身で留学先のカナダで出会った米沢市出身の女性と2019年に結婚妻の妊娠を機に去年12月から米沢市で生活しています米沢市では先月ウクライナ避難民の受け入れを表明しておりマレンコブさんは ウクライナ語に加えて英語もできまた勉強中の日本語も日常会話程度なら話せることから今回支援員を依頼したものですマレンコブさんは他の国々との架け橋になるような仕事ができると思う最善を尽くしたいと話すと中川市長は今の状況が終わってウクライナが再建されることを心から願っていますと述べました マレンコブさんの任期は6月1日から今年度末までで秘書広報課内に在籍し市がウクライナからの避難民を受け入れる場合には通訳を含む相談対応をするほか多文化共生支援として国際交流員の補助や学校教育現場などでの出前講座を行っていくということです。